最終試験。ここまで来たらもう覚悟を決めるしかない。余計なことは考えるな。ただ目の前のことに集中するんだ。無事に課題をクリアできれば俺も海抜軍の一員だ。昔からの夢にもう少しで手が届く。念力ならどんな怪異とだって渡り合えるはずだ。調子で行こう。よし、よっ、この調子で行こう。よし、もしかしたらあの人のことも分かるかもしれない。何としてもこの試験を突破するぞ。終盤かな。この調子で行こう。終わり際の油断が一番危ないって教官がよく言ってたっけ。よっ、この調子で行こう。よし、やっ、やった、きた、ふっ、と、そ、やった。これまでの訓練で学んだことを出し切れば勝てない相手じゃないぞ。必ず倒してみせる。
これで入隊適正試験を終了する。全員揃ったな。鳴神隊長、質問よろしいでしょうか。ユイト、そんなかしこまらなくてもいい。海抜軍は絆を重視するため名前で呼び合う慣例がある。カカ、別行動だが何かあったらブレイントークで。情報共有してくれよ。油みたいなものをかけてきやがった。あれを食らうとベッドベトになるぞ。力を貸そう。花火は超能力を使うのに良さそうだな。攻撃波だ。ダメージの大きい区域は侵入禁止だ。任せてください。俺そういう空気読むの得意なんで。なんせ俺の超能力は空気操作ですから。ここだ。いや、時間的に空気を凍らせたのも俺の超能力です。サスで繋がるって人体し変な感覚だけど、一緒に戦ってるんだって実感できるよね。あそこで何か手に入るんじゃないか。私の力使え。
それにしてもすごい場所だな。空にある街のビジョン、投影装置の故障かな。綺麗だけどなんだか怖いね。ああ、なんていうか圧倒されるな。油まみれにされる
には硬質化が有効だ。それぺちゃんこだ。改革の破壊に成功、一気に攻めろ。違うんだし、ちなみに俺にも他人の考えてることまでは読み、
験で配属先が決まるので、お姉ちゃんと同じ台になれるといいけど。いえ、今は考えても仕方がないわ。とにかく集中しないと。私の実力なら完璧に課題をクリアできるはずだわ。落ち着いて対応しさえすれば、私の超能力は念力なる怪異を殲滅できる。戦闘向きだってお姉ちゃんも褒めてくれたし。みんな聞こえるわね。別行動中でもブレイントークでいつでも全員と連絡が取れるから、何かあったらすぐに知らせて。新都市開発とジャミングされてる時点で招かれざる客だって理解できないのかしら。からって仕方ないわ。マスコミは海抜軍の活動を中継する権利を盾にやりたい放題だもの。鬱陶しいが、
まあ有名勢ってやつだな。3つ目の攻撃を確認したけど大丈夫だった？水浸しになると動きにくいのよね。僕の超能力を使え、重ね。大人に拝見だな。この僕がサス接続してやってるんだ。せいぜいうまく使いこなせよ。できるものならな。すんなり片付いたわね。耐えられる。こんなところね。なるほど、それがお前の念力での戦い方か。そこそこ応用が効く超能力らしいな。天守、次は痛っ。こんなところに。うまいぞ。砂金ゼーバなんとやらだ。水羽川上空って断絶の帯が濃くなってる場所よね。ああ、そうだ。町の建設中に断絶の帯の流れが変わって怪異が多発する場所になってしまった。強力な怪異は多くはないが、みんな気を抜かんようにな。重ね、常人のスピードじゃあの怪異には対抗できないわ。札を使った方が良さそうよ。重ね、奴には私の超高速が有効だろうね。重ね、決めろ。おとなしくして。もらった。緊張しているのか。少し呼吸が浅くなっているようだが。はい、私がやる。すみ、少しでも大丈夫です。深呼吸するといいわよ。ナオミはカサネのことも心配なのよね。カサネもナオミのことを心配していたな。いい芝居だ。止め。プラス1だ。なかなかいいものが手に入ったわよ。敵はずぶ濡れ、放電能力が効きそうね。こんなところね。重ねのためなら
参上。怪我ないか。なんとか助かったわ。入れるか。まだよ。また一歩進めたかしら。スオーとセイランの中間に当たる水幅を居住地にするため開拓が進められていた場所なの。工事中断後の今も重機だらけね。それと水羽川に架かる橋はまだ交易ルートとして使われているわ。もっと力を。カサネ、さすべ透明化するのがいいぜ。甘い。今の場所が狙いどころみたい。調子よく振る舞ってるが腹の中じゃ何を考えてるかさっぱりだ。それにあいつ僕にだけ妙に当たりが強かった。そこ聞いてるわ。重点的に狙って。私に任せて。俺の出番で。さすが重ね。うっとうし
しい。この程度。世話を焼かすな。やられたわ。サポートしてやるか。まだよ。ティティ、やるじゃないか。いいところだった。